リンゴ並木とは輪に実ったリンゴの果実。リンゴの木の一本大火から5ヶ月後の言い出し、中心市街地国土交通省国土画像情報を元に作成。言い出しのリンゴ並木とは、長野県南部の言い出しが市内にある大通りに約400メートルにわたって植えられたリンゴによる並木通りである。かつての大火の復興のシンボルとして広まり、現在は町のシンボルとして親しまれている。 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選や香り風景百選に選定されている。1999年に整備された公園の両側を通る道路は歩行者優先で地域住民や観光客の散策に利用されている。並木通りは全体で 1km 程度あり、そのうちリンゴ並木に当たるのは 450m ほどの部分である。 飯田市公民館横のハミングパルを境にして、北側から大宮神社前は桜並木が作られており、こちらは桜の名所となっている。リンゴ並木は1947年に発生した飯田大化の復興過程で、当時の飯田市立飯田東中学校の生徒たちの提案により作られ、今日まで代々東中の生徒の手で育てられている。生徒の行う作業は、セフィ、剪定。 草取り、収穫と全般に及ぶ。収穫したリンゴの果実は、生徒自ら給食で食したり、飯田市内の小中学校、福祉施設などに無償配布したりしている。また、東日本大震災の被災地へも送られたことがある。ただ、食事ごまもなくから現在に至るまで、たびたび収穫前に果実の盗難にあっている。 最初に植えられた1953年11月、当時のリンゴの木も残されており、継ぎ木などの手法により守られている。1999年には、並木全体が大きな公園として整備された。これ以降、犬の散歩をする人や水遊びをする子供などが増え、生活道路として定着していった。地元住民たちの管理によって、リンゴ並木は守り継がれ、 2001年に美しい新州の景観づくり功労賞を受賞したなど高い評価を受けている。また並木通りは大化の教訓から町の防火体としても機能するように考慮されている。市街地の7割強を焼き尽くした飯田の大化後に飯田市中心街は2本の30メートル福院の防火体道路が町の中心で交差し町が4分割されるように整備された。 これは、万が一の大火災時に、町の4分の一が消失するのみで食い止め、それ以上の炎症を防ぐためである。元来、リンゴ並木は並木通りとして作られたのではなく、この防火帯道路の中央にある緑地帯に、リンゴの木が植えられたものが始まりであった。元々の飯田市は、細い路地と木造建築物が密集する町であり、1947年に市街地の 約4分の3を焼き尽くす、飯田大火に見まった。この反省から、復興時に、市街地の防火隊としての機能を兼ね備えた、飯田市、諏訪町大木町の区間に、延長1200メートル、福音30メートルの街路が作られた。その街路の中央通りから大木町までの延長、40メートルの中央分離帯に、飯田東中学校の全校生徒が、 リンゴの実が輝く美しい町にという願いを込めて、リンゴの苗木40本を植えたのが、リンゴ並木の始まりである。その後、道中学校緑化部の生徒たちを主体として、リンゴの苗木は大切に育てられた。この結果、初夏には白い花をつけ、夏から秋にかけて、リンゴの果実が実るようになり、生徒たちの手で収穫されて、市内の各施設へ、 愛の贈り物として届けられるようになった。しかし、1960年代からモータリゼーションが本格化すると、周囲環境の変化により、自動車とリンゴの木との共有。それでも、リンゴ並木は維持されたものの、最初にリンゴが植えられてから、半世紀以上が経過して老木が増加し、樹勢の衰えなどの問題も出てきた。そこで、言い出しでは、リンゴが育つ、都市環境の作り、 人が集まる楽しい街、次世代の子供たちに誇れる整備を目標に、飯田あずま中学校の生徒と15の市民団体で構成されたリンゴ並木町づくりフォーラムでリンゴ並木の再整備計画が策定された。この計画に基づいた再整備によってリンゴ並木を継承しつつ、歩道と車道の区分けをなくし、公園のような道路へと生まれ変わり、さらに、 リンゴ並木の北側には延長約800メートルの桜並木も作られた。2001年には、飯田市の市街地の再開発により、リンゴ並木沿いにトップヒルズ本町が完成した。トップヒルズ本町は市街地での居住を推進するビルであり、上層階に居住機能を、下層階に商業施設や市役所機能を配置した。続いて2002年に、 高齢者向けアパート、アシストホームリンゴが設立され、2004年にはトップヒルズ第2の建設が始まった。これら一連の事業には、第3セクターかつタウンマネージメント機関の株式会社飯田町づくりカンパニーが関与している。北海道の札幌市の市街地南部にあるリンゴ並木は飯田市のリンゴ並木を参考にして作られた。1979年に始まった飯田。 人形劇フェスタや1982年に始まった飯田リンゴンは例年8月に開催され、その会場としても使用されてきた。なお、飯田リンゴンの名称の由来はリンゴ並木のリンゴにある。また、例年春に行われてきた飯田山マビコマーチの会場としても使用されてきた。飯田大化からの復興のシンボルになったリンゴは飯田市の中心駅である。 飯大器が1992年に改装された際に施されたデザインにも活かされている。ありがとうございます。